さあ最終コーナーから立ち上がってきました。藤本と宮沢、スタートは切られました。スタート藤本、そしてその後ろに雪が入ってきたか。藤本、雪、宮沢、そのインサイドに篠谷が飛び込んでいくでしょうか。さあ3番手4番手が横並びになった。トップ2も横並びで3コーナー飛び込んでいく。トップに立ったのはこれ雪ではないでしょうか。2番手に藤本、トップ2変わりました。トップに雪、3番手スタートの雪、完全に狙っていました。1コーナーからガンガンと攻めていってトップに浮上。2番手藤本、3番手には篠谷、4番手には宮沢和樹、5番手にはさあ少し離れてということになりますが、前に追いついていけるか。カーナンバー15番の小野亮太がワンポジションアップ。さあ最終コーナー、宮沢が飛び込んでいった。宮沢は相変わらず縦揺れしながら最終コーナークリアしてきます。宮沢と篠谷2人ついて1コーナーです。トップは雪、2番手に藤本、3番手に宮沢、4番手に篠谷、5番手には小野、6番手に武田敦というオーダー。武田敦は9番手スタートから6番手まで上がってきました。さあトップ、集団というにはまだ少し離れておりますが、7台のバトルとなっています。8番手9番手が2台、そして10番手以降が3台のバトル。トップはカーナンバー17番の結城和久、今シーズン2勝、中山と琵琶湖で連勝を挙げています。打倒篠谷、この結城和久もまだまだチャンピオンの目は残っているドライバーです。坪井がいなくなった今、このトップは死守したいところ。2番手に藤本ピタッとついている。さあ藤本健人も今シーズンあと一歩という、そんなレースが多かった。さあ特にこの2戦最後の嬬恋や茂原では非常に調子を上げてきています藤本。さあ後半波に乗ってきているドライバー、最終戦でもいいポジションを獲得していきます。先ほどの大湯に続くことができるでしょうか。2番手は藤本、3番手は宮沢、4番手に篠谷、少し離れて小野、さらに離れてその後ろ、おー最終コーナーインサイド飛び込んでいくのは倉田、武田のインガー飛び込んでいきましたが、さあクロスで立ち上がってきて、どっちが前か。カーナンバー28番倉田が前です。そして武田、その後ろには小杉と篠原がいます。トップ2はピタッとついたまま3コーナーのっけから緊迫のバトルです。3番手には宮沢、4番手には篠谷、トップ4が形成されました。5番手の小野に対しては後ろの倉田が追い上げをしております。そして少し離れて武田に小杉がピタッとつきました。その後ろに篠原、9番手までがまず1段。さあそして10番手にはカーナンバー26番の大井勝弘が19番手スタートから上がってきました。さあ1コーナー3番手の宮沢気を吐いています。後ろの篠谷を振りほどいていくか。トップ集団は4台、下り 25R、 微妙にインガーのラインを通っていくのは3番手の宮沢。今シーズンはずっとアウェイで戦ってきました。東地域に参戦をしてきた静岡県出身のドライバー。さあこのホームとも言うべき西地域に戻ってまいりました宮沢和樹、前の藤本健人と雪和久を追います。さあ西東東西というドライバーによりますバトルになりました。上位陣5番手には先ほどまでは小野がいたんですけれども、追い上げている倉田がワンポジション上げまして5番手単独になりました。小野は倉田にパスされた後ちょっと苦しいのか武田にもピタッと疲れています。テールトゥーノーズになりました。下り 25R。 さあ東地域では今シーズンからお目見えといったような新しいマテリアルもどんどんと出てきて注目を集めておりましたが、
この RK のチームのですね、マテリアルというのも注目されておりましたよね。さあ小野亮太現在は6番手となっています。さあトップ4はぐっと縮まっています。トップ4は縮まっている。いつ何があってもおかしくないような状況になってまいりましたが、周回数は6周終了7周目4分の1が終わったところです。まだまだこれから。さあこの4台どう動いていくのか。5番手の28番倉田が追いついてくるんでしょうか。さあ倉田弘明いい足持ってますね。だんだん追いついてきました倉田。今シーズンはこの前の茂原で表彰台に立っています。シリーズランキング的には15番手16番手あたりということなんですけれども、こちらも最終戦に向けて調子を上げてきたドライバー。さあトップ2藤本健人1コーナーアプローチをしていきますが、ここは雪が抑えます。さあそしてその後ろから宮沢も仕掛けていきました。2コーナー立ち上がって篠谷もイン側飛び込んでいきたい。宮沢のイン側篠谷飛び込んでいきまして3番手に浮上。篠谷弘樹3番手に浮上。トップは藤本健人に変わります。2番手ゆき3番手篠谷4番手宮沢そして5番手に倉田がピタッとつくというように上位陣変わってきました。トップ2と3番手とこちらが共に変わっています。まだまだ分からない。ここで叫んでいるわけにはいかない系普通。さあトップはカーナンバー27番の藤本健人に変わりました。この藤本由紀この辺りは誰が前に来てもチャンピオンの行方もコロッコロ変わるようなそんなポイント差です。3コーナーから4コーナー藤本健人終盤の勢いこの鈴鹿につなげられるか。昨日の練習走行では由紀和久が非常に速かったというような情報も上がってきているんですがどうか。さあヘアピンで倉田が仕掛けました。倉田が仕掛けまして立ち上がりはどうでしょう。おー宮沢後ろから来るんですけれども抑えました。倉田4番手に浮上です。倉田5番手スタートで一旦ドロップしたんですがもう一度戻ってきました。トップ3と4番手5番手このまま離れていくのか。いや離れないですね。これトップ3はずっとお団子状態でバトってますからね。さあ倉田がほどなく追いつくでしょう。トップ5目が離せない。そして6番手以降も5台のバトルとなりました。6番手以降も5台バトル膨れ上がりました。6番手には小杉が上がります。7番手には小野8番手には篠原でしょうか。そして武田10番手に久保凛太郎が上がってきています。さあ試験員から最終コーナートップ5ぐっと固まり6番手争いも4台に膨れ上がりどちらもじりじりとしたレース展開を見せています。さあそんな中おー小野と武田が動いた1コーナー小野亮太そして武田敦がそれぞれワンポジションのアップ6番手と8番手に上がります。トップ争い藤本由紀倉田3番手に上がりました。倉田さあ前をどんどんと追い上げていきます。篠谷をかわして倉田上がってきます。今シーズンの表彰台は前回の3位この1回だけ。しかし倉田最後に来年につながるようなレースをしたいそんな気迫が見えるような決勝ヒートの追い上げです。さあ篠谷はしかしこの4番手というポジションですと他のドライバーのこの順位を考えると苦しくなってきたんじゃないでしょうか。シリーズチャンピオン争い倉田の参入で分からなくなってきました。さあ倉田イケイケゴーゴーで前の雪にも襲いかかっていく。後ろから篠谷もついていく。3コーナーから4コーナーさあどうだ。立ち上がってきて2番手は倉田3番手に篠谷4番手に雪と順位入れ替わります。5番手には宮沢トップの藤本これで少し楽になるか。後ろを離していけるんでしょうか。帰ってくると12周終了
レース折り返しということになります。レースは後半戦に入っていきます。最終コーナーから立ち上がってくる。さあ後ろのバトルを知ってかしなくか藤本健人、コンマ7秒の差をつけました。この周回2番手倉田は先ほどの10周目でファーストテスト49秒667を出して追い上げてきました。この集団の前に立った今、あとはもう藤本をどんどん追いかけるのみといったところでしょうか。後ろをついて上がってきた篠谷もなんとかこの倉田の後ろスリップも使いながら上がっていきたいところ。さあ篠谷、由紀、宮沢、最後までわからない状態でトップ争いは5台。藤本単独トップといきたいところでしたが、後ろがだんだんとこれ近づいてまいりました。先ほどはホームストレートコンマ7秒という差でしたが、やはり縮めてきました。そしてこのバトルの中、現在4番手の結城和久が自己ベストを更新、前の篠谷に食らいついていきます。6番手には小野、7番手には武田、先ほどまでの大集団の中からこの2台が飛び出してきました。そしてその後ろには久保凛太郎が上がってきているでしょうか。随所でバトルが起きています。トップ争い5台、6番手争い2台、8番手争い3台、11番手単独、12番手以降3台、各所で今シーズン最後のバトルが起きています。14周終了、残り周回数は10周。トップ2のタイムギャップはコンマ4秒と、もう見ても明らかなように縮まってきました。6番手争いは小野良太に対しまして、地元の武田敦がだんだんと迫ってきています。その後ろ久保凛太郎がワンポジションを上げて前を追います。篠原の後ろからは小杉がピタッとついています。3コーナー、さあ小野良太の後ろから武田がついている。 S 字から下り 25R、 ここのバトルも面白くなってきました。こちらは6番手争いです。さあ最終コーナー、トップは藤本、2番手倉田、3番手に篠谷、4番手に由紀、5番手宮沢。このまま行くと篠谷ではないかチャンピオンはという情報も上がってきている中、じりじりとしたレースが続きます。芸府2東西両チームのトップカテゴリーですが、今シーズンは10代前後のレースということで続いておりました。さあそんなドライバーたちが一堂に会してのこの鈴鹿、さあ今までとは違うドライバーと戦っていくわけなんですが、トップ2は東地域のドライバーということになります。西地域で戦っていたドライバーは3番手4番手、さあ5番手の宮沢はじわっと遅れ始めました。宮沢ちょっとタイヤが苦しくなってきたでしょうか、遅れ始めました。トップ争いは4台、その中でかろうじて現在4番手の雪がついていってるけど苦しいかなという状況になってきた。さあレースもやはり後半になりますと様々な要因絡んできて、もうドライバーだけではどうしようもない、あの時焦れへんかったらよかったみたいなですね、後悔も出つつ我慢のレースを強いられるドライバーもポロポロと出現してまいります。さあそんな中最後まで速さを保っていくことができるのか、トップの藤本、2番手倉田、雪4番手の雪がヘアピン立ち上がりのところで5番手にドロップをしてしまいました。アウトに足を落として砂煙を上げて宮沢の後ろにドロップです。さあトップは3台に絞られてきました。17周終了、残り周回数は7周、トップ2ピタッとついて3コーナーから4コーナー、藤本健人と倉田博明。さあ藤本は今シーズン初の優勝を手にすることができるか。2番手の倉田、こちらも勝てば初優勝ということになります。3番手の篠谷はこのポジションを守ればチャンピオンということになりますが、
最後どうなっていくのか、篠谷もちょっと試験員のところ苦しそうな感じでしたね。4番手5番手は完全に離れました。再びさえ苦しそうだった結城和久、5番手にドロップしたらもう前に追いつきそうにはいません。6番手以降なんですが、武田、小野、その後ろにカーナンバー18番久保凛太郎が上がってきています。少し離れて篠原と小杉、小玉、そして最終コーナーはカーナンバー24番佐伯新を先頭に5台のバトルとなっています。トップ3ヘアピン、さあ入った、ヘアピン倉田博明入った、ヘアピンで入った、立ち上がりどうか、立ち上がりどうか、藤本前に出てきます。倉田仕掛けましたがダメ。そしたら今度は最終コーナーだとばかりイン側アプローチしていくんですが、ここちょっと接触しつつ、さあこの2人ガッツンガッツンやってます。これあー1コーナーでも倉田が入った、仕掛けどころと踏んだか倉田、1コーナーから2コーナーインサイド飛び込んでトップに浮上、19周終了、20周目、残り周回数5周。さあこの残り5周、もとい先ほど仕掛けた時には6周というところですが、ここら辺からスパートと踏んでいたか倉田、怒涛の攻撃でトップに浮上いたしました。2番手に篠谷が上がりまして、3番手に藤本、藤本健人たまらずドロップ。さあ後ろでは宮沢とゆきついてきてはいますが、まだバトルに入るような状況ではありません。前がさらに争ったらひょっとしたらという感じですが、さあまずはこの倉田を逃がさないように篠谷追っかけないといけませんが、後ろから藤本も来ている。さあタイヤ的にはどうなんでしょうか。1コーナーから2コーナー真横で見ている人たちは、あのドライバーもう辛いんじゃないかなんていうのを目の当たりにしていらっしゃるかもしれません。ここからではその状況いまいちわからないが、2番手3番手デールトゥーノーズ篠谷、前の倉田からは離れもせずつきもせずという感じ。さあこのまま藤本とのバトルに入ってしまうと、篠谷前を追うことは、優勝を勝ち取ることは難しくなります。さあ一方カーナンバー28番倉田、あとはイケイケで逃げ切るのみ。最終コーナーから立ち上がって残り周回3周、カーナンバー28番倉田、ゲートゥーアステック石松、ビレルパリラというパッケージで戦っております。トップ快走、2番手3番手変わりません。残り3周、篠谷追いつけそうにありません。トップとセカンドタイムギャップはコンマ5秒。そして倉田は先ほどの周回でも50秒0、2番手の篠谷は50秒2。このままのペースでいけば倉田残り2周どんどん逃げてのフィニッシュということになりそう。最終コーナーから立ち上がってきます。上位陣は2番手3番手争いと4番手5番手争い。さあ4番手の宮沢に5番手のゆきも近づいてきました。宮沢もゆきもチャンピオン争いをしているドライバー、最後の最後まで何が起こるかわからないのがレースですから、ここはワンポジションたりとも譲るわけにはいきません。残り2周、2番手3番手差は広がった。篠谷と藤本差が広がりました。かといって倉田と篠谷が近づいたわけではない。トップ3はそれぞれ等間隔に広がった。あと1周半このままチェッカーまで行くのか、4番手5番手争いはどうなるのか。宮沢の後ろからユキ最後の力を振り絞ります。いよいよファイナルラップ、トップ立ち上がってきますか。ナンバー28番倉田、最終コーナー立ち上がりのところではちょっとマシンの挙動が乱れましたが、あとは焦らず走り切るのみ。後ろを振り返ったら安心するのか、それとも焦って逃げるのか。マージンは十分気づけています。コンマ6秒。もう独走態勢に入ってきました。2番手篠谷は3番手藤本を抑え切ることができるか。ちょっと藤本ペースを上げてきていますから、最後一撃あるかもしれません。そして4番手5番手
ヘアピンのところ雪仕掛けた、立ち上がりはどうか、大外まで膨らんでいって、試験員はどっち、試験員は雪、最終コーナーはどうか、2番手3番手もぐっと近づくけれども入れ替わりはなし、そして4番手5番手最終雪がイン側守っていったらどうか、雪かな、微妙な状況で4番手5番手争いです。6番手には武田、7番手久保、小野、そして篠原、小杉、小玉と中間を受けていきました。トップは倉田弘明、2番手篠谷弘樹、3番手藤本、最終コーナーでぐっと近寄っていきましたがパッシングはなし、そして4番手5番手の宮沢と雪なんですが、ヘアピンで雪が仕掛けてから試験のところでもギリギリバトルをし、最後雪がイン側、宮沢がアウト側、そして